今日は弁天町の夕凪商店街にやってきました。美味しいホルモン焼きの店があるというので行ってみたいと思います。それが何ですか？あ、ホルモン焼き。これがレバーです。あ、これがレバーね。なるほど。100グラム結構あるんですね。ありますね。ねえ、ちょっとぐらいかちょっとかなと思ったけど、多めればいい、多めればよしよ。あ、ちゃんと3つともあるんですね。おお。吉野家の牛丼みたいな感じ。これは何のミックスですか？豚肉です。豚のバラとハラミとタンとチラミですか？おお。こんだけ入ってるんですよ、これね。今日は濃いめのレモンサワーでいきます。これがホルモン焼き 100g でこんな感じですね。すごいですわ。美味しそう。これがレバー焼き、これも 100g ですね。100g でこんな感じですね。これがスタミナ焼きですね。いろんなハラミとかカルビとかいろんな部位の 4種類あるんですね。4種類のミックスですよ。これもうまそう。チューハイはこれが一番好きですね。濃いめ。
でもさ、やっぱり濃いのがいいですね。レモン果汁が濃いのが美味しいですね。今日はね、そんなに寒くないので、まあですね、これは。まずはホルモン焼きから。ホルモン焼き、豚の少女ですね。お、柔らかい。うん、ちょっと甘めでね。うん、非常に濃厚ですよ。味はね、味はしっかり入ってます。いくらでもね、食べそうな、そういうような味付けですね。西田ホルモン、ちょっと甘めですね。それもね、とてもいい味ですね。子供さんでもいけそうな、そういうような感じの味付けですね。続いてレバーですね。味がね、味がしっかりしますわ。タレにね、よく覚えてますね。タレがね、しっかりこう染み込んでますね。肉や直営だけにね、新鮮な味ですわ。よく売れてね、回転もいいので新鮮ですね。さあ最後にスタミナ焼きですね。これはいいね。めっちゃある。 100g でこんなにあるんだからね、すごい。ハラミとかカルビとかいろんな部位ミックスですけどね、どれがどれかまではね、ちょっとわからないですね。これカルビかな。これカルビのような味ですね。これがカルビや。これカルビ。カルビの味ですね。カルビというのはカルビ。味が濃厚ですね。細い甘めのタレがね、抜群に染み込んで最高の味になってます。今のはバラで。この辺がハラミかな。ちょっとこうね、もうミックスになってるとね、どれがどれかちょっとわからないですね。うん、ハラミっぽいね。やっぱ美味しいですね、柔らかくてね。これはどっちになるか、これはバラかな。こっちはいきます。おー、これもうまい。うん、野菜もね、ちょっと入ってるんですよ。野菜もちょっと入ってる。これ最高ですね、このスタミナ焼き。このスタミナ焼きはもう酒のあてに最高ですわ。ご飯のおかずにもなりますね、これがね。はい、ご飯のおかずとしてもうまいと思いますよ。これ3種類でね、750円ですよ。これはもう最高。お酒入れてもね、1000円以下です。最高に美味しかったです。